お疲れ様です。今日はこちら限界突破ライトニングドラゴンやっていきます。さあライドラが今シーズンの進化カードというわけでね登場しました。クラロワパスを買えば、誰でもね入手できます。まあ、買う際は良ければねクリエイターコードラットよろしくお願いいたします。まあ、ライドラの性能改めて紹介しますと、まあ、サイクル1、2回に1回進化、そして感電がね無限です。はい、まあ、その名の通り1回感電すると最後までバーバリアンとかね5体いると思うんですけども、何周も何周も何周もその5体をぐる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 感電して、まあ、倒しますよっていう能力ですね。まあ、スケルトン部隊とかも全部しばく、そんなイメージございます。はい、で一つ重要な部分がありまして、ライドラって一回こうスタンがね入ると思うんですよ、ザップみたいに。けど最初の3体にしかスタンは入りません。はい、まあ、麻痺効果みたいなのはないです。後半はもうダメージがただただ入るだけ。まあそれでも十分強いんですよね。はい。ってことでまあどんなもんかやっていこうと思います。高回転エリポンエリゴレでいきます。エリゴレー、あ、待って。最後違う違う。エリゴレさ、絶対速くね？まあエリゴレか、またゴーレム。最近ね、そのペッカ環境で、まあ、居場所なかったんですよ、ゴーレム。もしかしたら今シーズンは神環境の可能性があります。よいしょ。さあ2回に1回なので、まあ、ちゃっちゃ出しちゃいたいな。えフランケンおるやん。あ、そうす。で、新カードなんか、私、名前すら何も知らないんですけど、新カード、フランケンシュタイン。なんか出たらしいです。はい。まずちょっと能力とかも把握できてないんで、あんま説明もできない。あれなんですけど、今日はね、一体ライドラをね、紹介できればなと思います。まあ、ステータス強化とかはないんでね、全然今まで通り、やられちゃう。まあ、ライトニングで処理とかかな。嫌なのはね。よいしょ。はい、こんにちは。まあ、あとは、まだバランス調整が来てないので、前シーズンとその、全体的な環境変わってはいないんですけど、一応まあ、明日かな。基本的にシーズン終わった次の日に、バランス調整が来るんですけど、そこでボイドがねだいぶ下放されるんで、ボイドがいなくなるって考えた時にライトニングドラゴンのメタがねやっぱ存在しないんですよ。本当にライトニングぐらい。そうだから、まあ、ライトニング環境になりそうよねっていう。ゴーレム、ライドラ、ライトニング、まあ、あとはエリポンね、そのボイドがやっぱ弱体化されるっていう部分で。でこれも、まあ、無限に感電するんですけどいないっていう。絶対なんかさエリババみたいなね、バーバリアンとか何あと複数ねゴブリンギャングとかいっぱいいてくれなきゃあんま意味ないっていう。これもうでもタワー吹きやタワー吹きやタワーみたいな感電の仕方になります。一回なんか感電しちゃえばもうほぼ無敵みたいな。防衛めっちゃ強そうだな。まあ、攻めでも強いとは思うんですけど、防衛で、まあ、ジャイ、スパーキー、ミニペッカ、ガーゴイルとか来ても、もう一回関連しまえば、それがずっとビリ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 ってなって、まあ、溶かすことはできますよねっていう感じではあるので、まあ、ゴーレムとか強そうですけど、そのゴーレムに対してライドラが強い、そう、強い説が出てくるんで、形を組むデッキとかはね意外とライドラの餌になっちゃうんじゃないかなっていう気はしてます。うん、だから高回転でライドラを出すね。高回転ロイジャイ、ライドラ、ライトニング、えめっちゃ強そう。今なんか適当に思いついて言ったけどめっちゃ強そうだなとかね、そういうのの方が流行るんじゃないかなっていう楽しみではある。まあ事前予想というかね、みんなの意見的なのはもう明らかなぶっ壊れだっつってこいつはイカれてる、ついに運営頭がイカれてしまったかって言われてるんですけど、まあそれは運営毎シーズン言われてるんで別にわかんない。もしかしたらそんな強くない可能性もねライドラあります。だって今んとこさそんな大して活躍してないよな。相手のデッキにライドラがもともと刺さんないこともあるからねっていう部分で刺さったり刺さんなかったり。よいしょ。まあこれは全然普通に焼いて普通に焼いてね。耐えて、はいはいはい。準備は整いました。いやまずそうだな、通常のライドラがもともと強くないっていう。メガナイトみたいなもんだよ。メガナイトも進化の性能はやっぱ強いやん。全然優秀な能力だけど、ね、通常時が弱くてペッカにボコされるし、相性取られるのも多いで輝けなかった。で来シーズンライドラもきついでしょ、今シーズンかってなった時に、これ結構いいな。感電の感電がある。左感電の感電のおどうなってんのかようわかんねえな、エリゴレだとやっぱ感電の感電のおただのエリゴレになってるか。これはマスケタワー、マスケタワーなんですよ。いやでも今シーズンこれが増える可能性があるっていうこと自体が恐ろしくはあるけど、だマジ噛み合わなかったらへっぺこの可能性はあるんでね。でも無理やりにでも噛み合うか。え、出た新カード2体出んだね。やば、バケモンよ。俺マジ知らないんだよな、本当に1ミリも知らなすぎて。こいつどうすりゃいいのかわかんねえけど、え、やばっ、レーザービーム飛んできてるよ。何それ、味方の化け物のところと自分の間にレーザーを発射するってこと、そういうことよね。こいつは魔法使いというか魔術師的なね、サイエンティストね。やばい、いやまあいいか。いやだからエリポン残んなかったらまずいな。あれ、さすがに負けるわけにはいかないんですけど、新カードどういうことだってあいつはライドラに強えのか、どうなんだ。迫撃ね、一旦まあエリポンいて考えるか。絶対ディガーヒースピで拾います。これダガーだからトレーンいらねえんだ。やべいや皆さん俺のデッキはエリゴレですよ。ビリビリでさ止まることだけ避けたいんだよな。逆にあれで止まんなければ今からでも勝てます。私はエリゴレ行くぞ。行くしかない。さすがにロケットとかやめてほしいな。もうライドラの餌よあれ。一回感電してもユニットタワーでこれやばくない。ほら感電、いい感電だね。20秒ね。0時とかも欲しいな。20秒もあんのかだけ変わって。うわ進化ライドラちょっと良かった説あるよな、どう見てもいけいけわっしょい。うわやばい、ビリビリね。いやでも今無限回、うわすげえ関連がちょっと見えづらいけどねおや普通に強いんだけど。いやでもなんか今んとこ進化だから神がかってるやんのシーンがね、そんなね、マジジャイプリンスとかね、形組む系デッキ来ねえかな。全然3回のチェーンで十分説もね十分説もちょっとあるな。だからラバーとかだな。ラバルメガゴとか組まれて、まあ通常ライドラでも十分強いけど、パピー、その後ラバが破裂してのパピーの処理とかね。いや別に今までのライドラで十分か。なんか難しいな。進化ライドラであるメリットってなんだろうな。防衛が圧倒的に強くなるんだよね。大型に対しての。怖いよ。あ、着衣牢獄だったらさ、お、エリポン置けないとか思ったけどよかった。一旦エリポン置いてね。いやだからゴレ、ジャイ、ラバとかその辺がね、来てほしかったりするよね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。キング起動だけ得意だからな、メガナイトの。だが起きて朝よ。やべ、勘弁してくれ。いいね進化ライドラだからファルチェの処理とかも前よりはしやすいね。何千倍も。タワーファルチェ、タワーファルチェ、タワーファルチェを無限感電してファルチェをしばいてくれるわけで、あ、それちょっといいな。いいよね。守れるかな。あ、着衣がちょっとはげちゃう。このライドラね、大事にいきたいよね。やべ、やばい、やばい、なんか下手だぞ。ライドラが、ライドラ入って迎えに来て、あ、別にこれ進化してなくてもいいかな、もしかしたら。え、でも左が落ちることあんのこれ今左が突破した。進化ライドラの良さが出ない。お前ももしかしてメガナイトタイプかいやなんか明らかにステータスというかその能力だけ見ると最強なんだよな。メガナイトもライドラも美味しい。でもやっぱデホが弱いとね微妙なのかな。まあそういうシーンに出会えてない。だからクロスとかにもちょっといいのかな。クロス、テスラ、アーチャー、スケとか全部をこう感電してくれるよ。頑張れライドラ。明らかに強そうなんだけどな今のところ別に普通に強いだけ。おかげ感が出てない。金消して置いてもライドラや。いやでもこうなってくる環境は嫌だね。ああ嫌だね。進化ライドラちょっとかっこいいな。イケメンだね。おとなしくリポン置いていやでもそう、ライドラが強いというか単純にさっきも言ったけどボイド下方でエリポンライドラ環境が来そうっていう。噛み合ってね。うわーやだな。これで無視で終わっちゃうもんなライドラ。進化助さワンチャン事故ねえかな。え、進化助はいねえがエレキもいないので、はい GG。ライドラなんか今んとこだな。まあ一つ言えることはスパーキー使いドンマイっていう話ね、ジャイスパミーペレージ意味ないですもう。かわいそうに。角をさ計算してあげたら別にこの前からもねそんな大したことないもん。やばいそれ。もう全然よいしょ絶望こんにちは。今回だってライドラ進化してないようなもんだもんな。いややっぱね進化ってねそのメガナイトがいい例だね。強いとか強いんですけど活躍できない試合が多々ある。その進化はやっぱ安定しないんですよね。進化で求めてるのは安定した強さ。どんな時でも勝手に活躍してくれて事故ってくれる進化迫撃や、進化アーチャー、進化スケ、進化ボンバーね、進化テスラ前の。やっぱどんな時でもある程度の活躍をしてくれるっていうね。ライドラなんかそれやっぱないよね。まあでも進化ライドラ攻め取るねとかものすごい強そうに思います。ね、無理やり集めてトルネで無限感電一旦耐えてでガゴ群れとかね。ボイドは解放されます。今日までねガゴ群れまた被害受けるのかかわいそうだな勝手に。わあまずい一言で言うとあれ近距離してんのかロケコ工場。いやーでも古城馬場とかには進化前でなんならいいっていうそんななんか4体以上敵がいることがねいやクララは結構あるはずなんだけどこの試合に関してとか今日に関して全然ないっていうたまたま。あんた今ボイド使ったね。夢つかめエリゴでいきます。ワンチャン事故んねえかな。事故んねえか。ロケット帽子とかには今まで通りねそんな活躍できないよね。いくよセメントルネで何でも簡単いけるもんな。ロケ砲だけしばきたいなんだから。やばいやばい回復して回復いるよね絶対よしよしよし回復命進化ライドラだけ残ってくれれば。いやこれロケはちょっとだるいんだよ。間の対処ちょっとうまい。うわっ進化ライドラいかれた。うわっまずいなんか負けそうな。メガネちょっとすごい。ライドラうわそれうまいな。お強い感電ちょっとだけいい。感電の距離とか伸びてもよかったな。でもこう見るといいよ。いやこれタワーとランバを無限感電とか思ったけどランバいなくなったらあんま意味がない。意味ないなシンクライドがあれなんか思ってたんと違う。なんか十何体ってかまあ多くいても別に今まで通りトルネライドラとかライドラと他のユニットとかなんでこんなしっくりこないんだいや運営でもそしたらセンスあるぞ。メガナイトといいライドラといいさ、事前にね、ぶっ壊れたら運営ましてイカれてんやんって思わせといての、あれちょうどいいなあれあんま強くねえぞっていう。実はあだからダクネとかに強えなライドラ。別に今までも強かったんだよな。いやこれが進化ライドラだったら全部処理できてるっていう話ね。でも別に攻撃速度もさそんな遅いわけじゃないしさ、なんか通常時で満足っていう話がちょっとあるんだよ。よいしょね。何なんだろう通常時で満足しちゃったよ。これもさスケルトン部隊まあちょっと嫌だけど溶かしてるもんな結局。あれ今のは通常ライドだね。なんでこんなしっくりこないんだよ。かわいそうだろあんま強くないっすね今んとこね。しっくりきてないっすわ俺。うん、なんかこれなら進化エスペの方が強くねっつってライドラを進化させる必要もないんじゃね。それならなんかだるいね。ロイジャイトスケが進化のライドラ入りデッキとか、うん、使うぐらいなら別にライトニングとかでもいいか。まあ自己要素は高いよな。間違いなく事故は起きると思うんですけど。やばいウィザードまずい。感電しろ。届かない。これが感電するようになったらまあさすがにぶっ壊れか。一応ボイドケアするか。いやいいよ。まあしたかないが許容なんてものも。ボイド使ったエリポンいてラムが来て進化助で止まってくれ。さあこのライドラね。いやペッカウィザードとかを全部感電でしばくことができればこやつは優秀です。できるかな。ボイドがまだ残ってんのがちょっとねうまいな。しかもでも相手これ無限感である。これね、これです関連してる。おお、声出ちゃった。え今のやばい。初めて活躍したぞおいいやもっと押し切ってもよかったか。今の良すぎたな。タワーウィザードとかウィザードの処理がさちょっと楽だった気がする。まあちょっとね誤差かこれ。待ってライドラが通常ライドラが頑張ってる。やばい。ちょっと待ってウィザードついよ。マジで負ける。勘弁してほしい。熱い。まずい。耐えたよ。いや、こうなったらさ、一応ライドラ無敵ではあるんだけど、ボイドでも加砲されるんだよ。そう考えたら生きていけるんじゃないか。なんか絶妙に脆いな。もうリザードが強すぎるってだけ。あれあれであれってうまいのてか、なんか負けるんだね今のね。いや、それは対決勝てそうだったのに負けちゃった。これもしかしてなんですけど、ライドラ弱い説ありますねなんか弱いは間違ってるか。強くない、そう、その表現がね一番ふさわしい気がする。弱くはないんだよな別に。たまには刺さる時はあると思うんですけど、その刺さる回数が少ないっていう話ね。LSP？ ペックか。お願い、焼け、燃やせ、いいね。強っラムネード強ない。まあボイドは一応加砲されますから禁忌したいよ。一応進化ライドだね。なんか感電の速度が遅くなったんですよね。一応その事前情報が強すぎて、まあゲーム内に登場する前に一応小さな加砲が入ったんですよ。だからかな、ちょっとなんか微妙に感じるな。何が来るこれ。これをさ、でもこういうことね、一回感電したら距離が離れちゃうと意味ないっていう、ね、あれ誰だライドラ強えって言ったの単純にエリコンとライドラが強え、この仕組みがね。進化ライドラが強いんじゃない。エリポンで頑張ってる今。楽しそうな状況来てないもう幸せだよね。でもライトニングとかないとね、普通に来シーズンこのエリポンライドラのこのコンボがただ強くてマイル説あるよ。うわー、一応進化はしてんだけどな。進化関連があんまなってんのかもわかんねえし今の多分なってんだよな。ダイナマイトゴブリンタワー、ダイナマイトゴブリンタワーなってるけどっていうちょっと待って、俺ライドラもっと壊れてると思ってたな。わかんない、このデッキじゃなきゃもっと活躍する時があんのかもしれない。でもライドラが入るデッキってもうこんなんしかないよな。枯渇よ、ロケかポイか、ヒュー枯渇か。進化助の増殖とさ、進化ライドルの感電ってさ、スケの増殖の方がちょっと早いのかな。インドラ行って小物がちょうど来るところをライドラでピリピリピリ来んのかい。いやこれロケ打ってくるかな。ああいいロケットだよあんた。弱すぎる受けが。バルキリーギャングこんなたまんねえのか。ダガガルだからか。エリポン来てー。置かなきゃワンチャンないんだよな。逆に置いたらワンチャンあるっていう話ね。進化鉄でやだな。ライドルよけた。おっつちょっとない。いやサイド固まってるか。いやロケやレイジ欲しい。あれに感電があればみたいな。レイジあればいけそうだったの。これシングライドルや。え待って、やばい追いついた。逆に困る。嫌いだろ。やばい拾えんかった。ロケットややばい。おいえライドラおい好きになっちまうぞこんなん。ライドラのおかげでスーパー大逆転追いつきました。こんで言うこともあんだね。いやまあああいうあんぐらい強くなれば輝けるって話ね。いやなんか意外と微妙だったな。まあこっからはねまた環境も変わるんで、まあ、そうなったら化けるパターンもね、はい、あります。まあ今後のねライドラも楽しみに、そしてね新カードもねちょっとまた紹介できればなと思います。ちょっと皆さんのねライドラへの意見もお待ちしてます。ではお過ごし、ちょっとまたに。